はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいな血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。でそして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、あ、マスクをしましょう。えらい毛くるんくるんやな。なんでな。あ、これね、ダメージなんですよ。髪の毛ってね、ダメージになるとこうやってくるんくるんになってくるんですよ。あのね、ちょっと髪の毛の話をしますとですね、美容師なんでね、髪の毛の話をする、ちょっとだけさせてもらうんですけども、タンパク質なんですよ、髪の毛って。で、タンパク質ってね、目に見えへんぐらいね、粒の粒子がね、こう、一個一個、こうやってね、重なって、繋がって、そしてこの上に重なってっていう風にして、一つの髪の毛、一つのタンパク質、まあ、肉もそうなんですけども、そういう風になってるんですよ。で、特に髪の毛って、さっき傷んできたらくるんくるんになってくるって言ったんですけども、キューティクルってあるじゃないですか。で、キューティクルの上にね、ちょっと油分があるんですよ、健康な髪の毛って。健康な髪の毛の油分がね、ダメージによってね、まず損なわれます。油分がなくなります。そしたらキューティクルがね、ペラッとめくれてくるんですよ。でそのめくれてきたキューティクルがベロンって剥がれてくるんですよ。でこれが健康な髪の毛、太い髪の毛やったら、多い人でほんまに10枚ぐらい髪のキューティクルが重なってて、こうやってブブブブブって重なってて、まあ細い髪の毛で柔らかいと言ったら 2,3 枚なんですよね。もうこれはもうしゃあないことなんですけども、人によってやからしゃあないんですけども、で傷んできたらその油分がなくなって、キューティクルがベロンって剥がれたところから、タンパク質こういうね、繋がってた重なったタンパク質の粒子、目に見えへんぐらいちっちゃいやつがポロポロって取れていくんですよ。で取れていくから、あるところとないところが生じてしまうわけですよ。キューティクルも一箇所からベロッとめくれて、他はめくれへんわけじゃないんです。いろんなところからめくれていくんです。で、あるところないところっていう差ができてるんで、差があるってことは、あるとないやから、密集してるところ、密集してないところがあるから、必然的に折れたり曲がったりするわけですよ。折れると曲がるは一緒か。なので、こういうね、まあ、今、毛先だけカラーしてるんですけども、もともと僕はもうストレートのサラサラヘアやって、まあ、気骨髄移植したから、髪質が変わってしまったんですけども、さらに、カラーをすることによって、ダメージを受けたことによって、ちょっとこういう風に髪の毛が曲がっちゃったっていう感じになってますね。まあ、それが髪の毛のダメージによる癖の悩みでございます。で、これはね、トリートメントしたらね、確実に綺麗になるんでね、ダメージのとか癖、もともとの癖で悩んでる方がね、いましたらですね、僕復活したら絶対その髪の毛きれいにできますんで、もう日本一、世界一きれいにできる美容師として僕は自分で自信ありますんで、よかったら連絡ください。何の話やねん。で、じゃあほんまに復活したらね、美容師ほんまに頑張りますんで、よろしくお願いします。マスクしますね。ということでね、今日はね、あれなんですよ。歯がまた欠けたんですよ。前歯が欠けたんです、またね。前歯の側面。前々回の通院の日ね、あれは去年の2019年の12月に通院して、埋めてもらったはずの、下の前歯の、側面、前から見えるところがこの側面のところね。ここじゃなくて、ここですね。上の部分だけど、ほんまに前から見えてる部分がね、欠けたんですよ。まあ、本来ならば歯茎で隠れてるところなんですけども、まあ、病気の関係でね、歯茎が痩せてるんです、僕ね。そのね、欠けたというか、埋めてたところが剥がれたんですよ。剥がれたんですね。歯が剥がれたんですよ。っていうか、歯が剥がれるって想像しただけで、ほんまにホラーですよね。まあその治療したところがね、その例えば被せてたものが取れてしまうっていうことは子供の頃によくあったんですけども、そのまあ、虫歯の治療をして、子供の頃にね、虫歯の治療をしてですね、まあしばらく次が出すと、まあその虫歯を治療したことも忘れてしまうことってあるじゃないですか。で、そんでその時にね、よく食べてたキャラメルがあるんですけども、そのキャラメルを食べるとね、銀色の詰め物がね、よく取れたもんです。で、大好きだったハイソフトっていうキャラメルなんですけどね。あれがね、美味しくてね、たまりませんでした。本当に。
今でもありますよね。あのこれぐらいのね、これぐらいかな、9割、茶色のやつの味が好きでしたね。あとその青色の箱のヨーグルト味も確かあったはずですよね。もうね、あのシリーズがね、もうたまらなく好きだったですね。まあ、30年ぐらい前はですね、その虫歯を削ってそこに詰めるものっていうのは、ね、銀色でしたけども、最近はもうね、白いですよね。当時はですね、その削った後にですね、歯を削ってもらった後にですね、なんかこれぐらいの四角い、銀色にそれこそ覆われてるけど、中身は、肌色の柔らかいゼリーなんかな、ジェルみたいなのかなっていうのをこうかまされる時にね、しばらく俺噛んどいてねーって言って、顎でグイってこう口を閉ざされて、まあ、5分ぐらい待たされて、今それを5分経って口開けて外してもらったら、その歯型が出来上がっててね、でそこに何かしらの液体を流し込んで固まったら、この自分の歯型の模型がですよ、できてて、でその模型に、本来詰めるはずの銀色のね詰め物をこうはめ込むようにして、こうちょこちょこっと作っていってから、で実際にそれではめ込んでできたやつをこの患者自分の、歯に埋め込むっていう作業をしてもらった記憶がありますね。だからそういう経験をしたことを、ね、すごい覚えてるんで、すごい時間かかってた記憶があります。まあ、今はね、以前か前回その通院の時かなの話でお伝えした時にですね、あの直接自分の歯にね、白い液体をこう注射針でチューって流し込んでですよ、あのね、爪のジェルネイルのようにその紫外線をね照射してですよ、固めて仕上がりみたいな感じで、まあ短時間で仕上がりますよね今はね。でもその工程に入ってからやったら別に大丈夫なんですけど、それまでの工程がすごい苦痛でね、辛いんですよね。あの、まあ、以前ね、動画で地獄を見たとお話ししたんですけども、虫歯を削る作業はね、すごい大変でした。まあ、その虫歯を削るときにね、奥歯だったんですけどね、もう麻酔が切れてるけど我慢せなあかん状況っていうのはね、しばらく続きまして、あれは本当に地獄でした。またあのその動画はね、あの URL 貼っときますんでね、また見ておいてください。まあね、その話戻しますけども、まあ、僕と同じようなね、病気をした患者さんらはね、まあ、唾液が出にくくなって、まあ、特殊な虫歯の状態になってる上にですね、そのカビも発生してしまっているので、まあ、一回虫歯になったらね、あの進行がね、すごい早くて勢いよくね、激痛が走ります。そしてね、歯茎も痩せてて、歯の根元がね、剥き出し状態です。もう全部の歯の根元がね、剥き出しでね、それが原因でちょっとは顔がね、痩せて見えるかなって、ね、思いきやですね、ほっぺたの内側はね、口内炎のただれで、ぷくって腫れ上がってるんですよ。で、唾液腺が潰れてて、先ほども言いましたけども、唾液が出ません。で、カビも唾液が出ないのがね、影響していると思います。で、僕の唾液がね、復活したらね、虫歯もカビもね、綺麗さっぱり消えるはずなんですけどね。まあ、いつやろうなーって感じなんですけども、まあ、とりあえずね、あと3日辛抱すれば、僕次の月曜日ね、歯科の通院なんで、まあ、その日にね、ちょっと今の思いの丈をぶちまけていきたいと思います。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。